アドレーヌさ、クリスタル書いてくんね。どうもこんにちは、ビクトです。星のカービィ60の続きやっていきます。ということでレベル3ウルルンスターからやっていきましょう。もう平和、もう寝ちゃいそういいよね、なんかウルルンスターの BGM もなんか平和はい、ということでやっていきますか。あ、なんかトロピカルな感じでやっていくのね。あ、これはストーンかな。まずはじゃあストーンからやっていきますか。前回なんかいろいろコピー能力やったけど、だからまだまだねやってない能力とか、あ、ストーンやってなかった。うわ、もったいね。待って、これ復活しねえかな。ストーンで行きたいんだけど、あれ、なんかさ、端っこ行ったらすぐ復活するイメージがあるんですが、 OK、 これでストーンゲットすると。で、ストーンは前回やりましたね、これ。あれ、あ、やったな、これ今なんかストーンになって、あ、やったわってなったわ。あ、逆にストーンファイヤーやってない可能性がある。ちょっとごめんね、なんか何回も戻っちゃって。いった、危ないよ。一旦ストーンゲットして、目の前にファイヤーがいるんで、これでもらっていくと OK。 ストーンファイヤー、確かこれ火山かな、なんかボッ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 みたいな出せるんですよね、これ。おれいいよ。あ、これなんかまあ動けはしないけど、この正面に対して結構飛ばせるんで、まあ、割かし強めなんじゃないか。あ、いいね。あ、待って、ストーンカッターとかもやるか、これ。せっかくだからストーンカッターも同時にやっちゃうと OK。 ストーンカッターはこれ確かなんかね、彫刻みたいに出せるんだよな。あ、来た、チュ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 だっけ、こいつ。懐かしい、なんか漫画とかにいたようなチュチュ。なんかね、変身してこんな感じで動けるんだよね。まあなんかストーンの上位互換だよな、これ完全に。 OK、 なんか他にも確か慣れた気がする。これがカインか。全然動けないんだけど。カインもしかしてクソ雑魚じゃない、これ。これは、あ、これはクーか。クー、あ、飛べる、すごいな。そしてこれあれだね、あれ、これって壊せるやつか。なんか色がストーンとスパークかニードルっぽいな、これ。うわ、持ってないわ、これ。絶対下壊すやつじゃん。で、クーもあって、あ、リックの熱い。あ、これリックがね、めっちゃ強いんで、確かこれ。なんかね、壁登れるんだよな、確かこれ。無限に登れて、あと他に出てないやつは、いるかな。なんか、もう何体かいた。あい、お、なんだっけ、こいつ。あ、こいつ名前、うわ、早っ。こいつね、名前ちょっと覚えてないんだけど、めっちゃ強いんだよね。機動力やばいし、ストーンだから無敵みたいな。結構チートなんだよな。まあとりあえずじゃあ、さっきの鳥引こうぜ。ウグイス、ウグイス引いたら最強じゃない。なんか懐かしいな、なんか星のカービィの漫画にいて、うわ、ゼボンじゃっけこいつ。アニメに出てた気がする、ゼボン。うわ、夏なんだっけ、なんか何かの回にいたんだよな、ゼボンって名前だけ覚えてるわ。これ確かゼボンの気がする。で、これでなんか入るとグニョって飛んでいくんだよな。で、これでなんか危ないで行ってからの、どっかにクリスタルあった気がするんだよな、これ。で、なんか後ろにサンボ野郎がいる。サンボ野郎ってどういうことだ。マラカス野郎って言った方がいいわ。とりあえずこれで、上行っちゃって、まず1個目回収だね。で、危ないんすよ今なんて言った俺。まあ、クーでも地味に飛べるから、これはこれで強いのかもな。やっぱさっきの鳥が一番強い気がするわ。あー、待って、これ限界がある。ちゃんと限界あるっぽいな。で、チュッチュちょっと微妙。あ、こいつマジエグいわ。めっちゃ移動早い。行きましょう、このまま。何このペンギン、こんなやついいの。あ、これアイスっぽいな。一旦じゃあ捨てて、アイスもらう。アイスはやったっけ。うんうん、アイスストーンってやったっけ俺。なんか多分まだやってない気がするんだけど。で、これによってこいつがカッターかなんかか。あ、こいつスカか。あ、めっちゃ出てくるの早くない、このカエル。このカエル出が早すぎ。ワンフレーム、ちょっと待って。あ、これはボムもらおう。まずボムをもらう。で、ボムとやってない能力がまあいろいろあると思うんだけど、なんかいないかな。あ、こいつ確かね、なんか、うえい。あ、こいつニードルか。ニードルかなんかじゃない、こいつ。いけ。あ、ちょ、うざ、こいつ。だるすぎ。しかもスカだし。なんだこいつ。だるさにだるさが。もうひたすらだるい。まあ、とりあえずちょっとバーニングもらって。バーニングこれ移動できる。何それ。あ、斜めにやられるんだ、これ。滝。なるほどね。あー、危ないよ。オッケー。で、バーニングファイヤーは前回やったから、バーニングやっちゃう、これ、川村さん。まあ、こうやってすぐいなくなるんだよな。どうせもう一体ぐらいいるだろ、バーニング。どうせバーニングもう一体いないか。バーニングそんな簡単。何？あ、こいつニードルじゃね？突っ込もう、とりあえず。おれ。危ない！あ、いけるんか？なんだいけるんか？びっくりした。普通になんかこれ壊さなくちゃいけないやつかと思ったけど。通れるんだ。あ、じゃあ一番最初のやつもさ、通れたんかな。で、これで、あ、マキシマトマト、ありがとう、アドレーヌ。無限にさ、1アップ入ってほしいよな。ということで、危ないな、カッパも来てる、かわいい。このカッパかわいいよな。ウェビーセイス。オッケー。
で、あ、スパークファイヤーも良かったかもなってことで、あ、こいつスパークっぽい、こいつスパークファイヤーってやったっけ。遠いから一旦あのスパークが復活するのを待って、ちょっと危ないですね、危ないですねこれ。ちょっとこいつ、このニードルクソ危ない、このニードルクソ危ない、このニードル野郎がマジクソ危ない。で、これはいけ、オッケー。で、スパークファイヤーは多分やったわ。記憶力の低下がねマジで著しい、本当に。こいつ吸い込むか、とりあえず、とりあえずスパークもらって、スパークニードルはこれ飛来心だっけ。あ、飛来心だね、オッケー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 。で、飛来心もらって、下行ってからのこれは、うわ、アイスボムか、これアイスボムで、これ下のやつ乗って上行くみたいな感じか。これいけないもんな。うわ、アイスボムとか持ってねー。ということで、うわー、じゃあちょっと泣く泣く行くか。クリスタルはまあ後でなんか全部回収すればいいか、とりあえず。まあ一旦進もうぜ。開い、あー、うわ、痛すぎ。カッパ吸い込んで、うわ、めっちゃジャンプする、このカッパ。カッパ吸い込んでからのもうゴールくせえな。でもなんか普通にここ行って、ティリリンティ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 ンって、てか待って、俺一回ゲームやめたからさ、なんか奇数リセットされてない？俺死んでないよな。1アップもらっとくか、一応。あ、どこ飛んでん？まあまあまあ、とりあえず2面行きますか。うわ、あったな、こんなステージ。なんか後ろからね、うわーい、丸太がね、なんか攻めてくるみたいな、そんな感じのステージあった気がする。ちょっとすみません、あ、待って、イーン、オッケー。これでカッタースパークはやってないんじゃないの、このビームサーベル。ブーン、これめっちゃかっこいいんだよな。やばくないこれ。これマジでかっこいい。しかもこれ走りながらできるっていうのがいいよね。最強。めっちゃいいこれ。あ、これ下いけんのかな。あ、いけるわ。オッケー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 。いや、いいねこれ。このライトセーバー、ビームサーベル、どっちの方がいいのかな。まあ、ビームサーベルの方が的確かもしんない。ふんふんしながら動けんのいいよな。しかもジャンプしても攻撃できるっていうね。これなんか圧倒的にかっこいいよな、これ。しかも後ろにもね、攻撃できるっていうのがまたミソなんですよね。ってことで、進みます。いきます。で、こっち側行きますと、おい、なんかさ、他にさ、わ、このステージなんか必要なとこあったかな。これはダッシュして、あ、そう、ダッシュもできるからいいよね、このまま。剣も振りつつ、ダッシュもしつつみたいな。いいね。あ、ビームサーベルマジ強くね、これ。アイスとか必要かな。まあ、とりあえず、一旦ビームサーベルが好きなんで、ビームサーベルで行きます。うえいうえいうえい。あ、待って。なんかここね、ここ矢が必要だった気がする。ファイ、矢ってさ、なんだっけ、ニードルとファイヤーだっけ。なんかね、矢が必要だった記憶あるんだよな、このステージ。なんか俺のうろ覚えなんだけど、あー、やっぱそうだよな。岩と、ストーン、うん、あ、これ火山か。矢じゃねえわ、矢じゃねえわ。矢じゃなかった。なんかあのファイヤーってのあってたけど、ちょっとマジでうろ覚えだったな。で、ここが確か、なんか後ろから来るんですよね。かかってこいや。出てこ、あ、ワードちゃん、懐かしいね。これジャンプできるんだよ、確か。あれ、ジャンプできない、あ、できるわ。オッケー。ジャンプしつつ、いや、クリスタルこれどっかにあった気がする。いいね。これなんか最初、なんか前になんかあっても最初ワドルディが、あ、危ないよ。ワドルディが身代わりになってくれてるんで、まあ、どんどんね、突っ込んでいきましょうと。はい、オッケー。で、肉も取りつつ、肉もいらねえか。オッケー、いいよ。で、ここジャンプ、あ、普通にあったわ。なんかめちゃくちゃ目の前にあった。で、クリスタル取って、はい、いい感じ。かわいい。あれ、なんか丸太来なかったっけ。完全に俺の気のせいか。なんかマジでうろ覚え多いな、ほんとに。マジで記憶力がやばい。で、これも危ないよ。かわいい、ワドちゃん。ワドちゃんがほんとにかわいい、これ。あー、ジャンプ。オッケーオッケー、いいよ。ナイス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 。このまま、はい、いいよ。ノーミスで行こうぜ、ノーミスで。はい、で、最後、待って、あー、ははは。ワドルディは、あれ、ワドルディはいいの、ワドルディ放置して全キュア。待って待って待って、これは、はい、初なんじゃないこれ、無敵キャンディ。いいね。ちょっとなんか BGM がさ、なんかいつもと違うよな、これ64バージョン。スーパーデラックスとかディスカバリーのさ、なんかティー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 みたいな、ちょっと違うよな、これテイストが。で、どんどん進んでいく。いいよ、なるべく進もう。はい、いいよ、いけ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 、後ろから、あー、クリスタルある。はい、見逃しません。あぶねー、完全に勢い乗ってさ、よっしゃーとか言ってさ、行きそうだったわ。あぶねー、ほぼ行きかけました。ということで、行きましょう。全然丸太来なかった、ごめん。なんかマジで気のせいだった。ということで、進みますか。ここ普通に行けんのかな。で、行ける、あ、これか。これのことだ、多分俺の記憶、多分これだわ。これが、上から来るみたいな、追ってくるってよりは
こう正面から来るみたいな感じだね。あ、これビームサーベル中、これどうしてまうのこれ。あ、危ない。オッケー、ビームサーベル中はちょっとホバリングできないんで避けられないかもしんない。オッケー、ということでちょっとこれは下で消せる感じね。まあ一旦これジャンプして、ジャンプしてここ飛びます。ほい、いいよ、フフフフンして、で下で、危ないよ。オッケー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 、ちょここ怖いな。あんまサーベル出さない方がいいかもしれないね、これは。あーん、最悪最悪すぎ。あ、バーニングバーニングバーニング作る、これ川村さん、川村さん作るか一旦。あ、一旦ちょっとちょっと、あ、すごい、なんか目が少女漫画みたいな目になった。これあれか、なんか下から吸い込もうとするとやられちゃうんだ。はい、オッケー。でこれはトルク、届くからこいつが火吐き終わったらオッケー。でバーニングバーニング、これはゴッドバードフェニックス、いけ、うえー、痛い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 。まあ、なんかすげえ長距離飛べるみたいな感じなんだけど、待って、これむずくね、普通にむずくね、このステージ。調子こくと普通に事故るっていうね。これ長さね、自分で決められないんですよ、これ。オッケー、終わるとこまでちゃんと見てこなくちゃいけないと。でんてんてんてん、ちょ、トマトもらうか、これさすがに、さすが、まあよしとしよう。うん、てるんてんてん、まあ出たらまあよしとしましょう。さあ次のステージ行きましょう。毎回毎回なんか1個逃しちゃうんだよな。次ビーチ行きますか、これ。はい、ということで行きましょう。いいね、この BGM、 砂浜の BGM いいですね。バーニング、これ移動強いな。行きます。うぃー、危ない、これ場所悪すぎ、マジで。こういうね、待って、もう俺一、まあ、待って、これ事故る、普通に。バーニング使ったら普通に事故るけど、やめ、待って、危ない、本当に危ない。ここダメだ、ちょっとバーニングは使ってられん、こんなとこで。いや、あ下から出てくんのやめな、本当にマジで、めっちゃびっくりするから。ちょっと吸い込んで、うわー、敵いたんが目の前に、危ないね。でここ行く、ちょっと体力回復の、なんかちょっと砂浜なんだからさ、焼きそばとかないっすか、焼きそば欲しい。海の家とかないっすか。うーわ、なんか大砲来てるって、ちょっと怖い怖い怖い。これはまあまずジャンプしとけば確実に当たらない。これジャンプ、オッケー、いいよ、マジで怖い。なんだお前、マラカスマスターがいる。でこれは避けつつの、カニは別に能力なんもないよな、お前なんもない、危ないよ。ちょ、あ、カッターがいる、カッターもらおう。で、はあ、マジやらかしたって、完全に。うーわ、こっからかいそっか、これあれゼロ機になるまでゲームオーバーみたいな表示は出ないのか。マジで今いや違うんだって、今カッパごと吸ってやろうかなと思ったら、ブロックが吸い込まれたわ。序盤にあんな簡単だろとか言ってたくせに、普通に死んだわ。まあ一旦カッターで行きつつの、ここ進んでいきます。なんかこのステージ、なんかストーン使えそうな気がする、なんか俺の記憶だと。ストーンいるかな、この先に。ちょ、一旦これまあ海進んじゃって、うーわ、これ爆弾か、あの魚爆弾かな。なんかさ、そう都合よくいるかな。なんかあんまりさ、なんていうの、コピー能力で壊すタイプのさ、岩あるじゃないですか。なんかステージない気がするんだよな。あんのかな。うわー、何これ。あー、持ち上がる感じね。うえいえい、あ、頭突きであれね、なるほどね。あ、ここね、行くじゃん、下行って、でここあ、じゃないか、あれ、あー、また俺の記憶違いだ。これは、ストーン爆弾ですね、これは。あれ？ストーンじゃねえわ。カッター爆弾か。あれ？これカッターストーンじゃなかったっけ、ここ。あれ、マジミスったわ、なんか。ワンチャン爆弾じゃないか、あいつ。ねえ、これは、こう！あ、よかった、爆弾だ。よかった、こいつ爆弾で。いや、俺もう取れるんだったら戻るからな、全然。あれ？これむずいって、これマジで。これは確実にいける。よーし、オッケー、やっといけたぜ。でこれで手裏剣ゲットできるで、手裏剣で壊せる感じかな。あ、よかった、戻って。オッケー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 。で、これはここ壊しつつ、やっぱ手裏剣強えよな、久しぶりに使ったけど。もう久しぶりとか言ってるけど、まだ1スーパート目なんだよな2日前っていう。で進んじゃって、あれ、次のステージかな、じゃあストーンカッター使うの。まあとりあえずこれで、手裏剣で壊します。スイカ、オッケー、で壊せるかな、オッケー。で、これでクリスタルゲットと。はい、これなんかステージごとに1個なんかな、このカラなんていうの、コピー能力で壊せるやつって。あんま全然記憶にないんだけど、ここ危ないね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 。はい、オッケー。
完璧です。待って、ストーンがいる。え、なんか怪しいんだけど。え、2個とかのパターンってあんのかな。一旦ストーンもらっておこうかな。あ、デデデ、ありがとう。ありがとう、デデデ。ちなみに、デデデがこれ運んだ場合さ、デデデはどうやってこっちが来るんだろうね。ね。完全に置き去りシステムになると思うけど。で、とりあえず一旦ストーン持ってって、で、これで倒します。まあ、ストーン割と強いからな、これ。無敵になれるっていうのが、一番、何それ、めっちゃ流される、ここ。俺はまだストーンカッターを使うんじゃないかって疑惑がまだね、あるからね。一旦ここでゲット。まあ、使わないでしょ、そんな。ストーンカッターなんて別に。まあ、一旦とりあえず、あ、カッターが、あー、危ないよ危ないよ。オッケー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 。あー、痛すぎ、こいつ。あ、こいつ強いかもしんない。オッケー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 。まず。普通にクリスタルをゲットする。で、ここやっちゃって、オッケー、下行くよ。下行きます。ここだー、みんなここだー、戻れ戻、あ、どうしてだよー、どうしてだよー、くそくっそー、普通に俺の記憶は間違ってなかった。最悪だ、マジで。ストーンいねえかな、ここ。まあ一旦まあ進んでいきますか。まあまあまあ、しょうがない。もうこれは僕の、俺がね、コピー能力をね、持ってこれなかった僕の落ち度なんです。で、これナルトがいっぱいあるから、ちょっとこれウチハを避けつつ、で、これはまあ一旦カニ倒して、ストーンいないかな、こっち側に。マジでいてほしい。いてくれれば全然ワンチャンあるけど、多分この感じいないな、絶対絶対いないわ。で、これもうゴールか、これゴールなんじゃないか。あ、ゴールだ。あー、ゴールだ。あー、あー、ちょ、どこそれ。なんかでかい星もらっただけ。オッケー。悔しい。悔しいです。ということで、じゃあ次行きます。うわ、このステージなんだっけ、全然覚えてないや。うわー、出た、この、トゥンディーンのパターン。いいね。海底。クリオネが、いやー、最悪、マジで。ロイみたいになっちゃった。あー、痛い。ちょっと待って、ここやばい。ここ勝ったゴミかもしれん、ここ。ここ勝った。あ、これボムが、これボムじゃないかっていうか。ボムが無難に強い説ある。一旦コピー能力は捨てて、あ、てかこれさ、クリオネとか出したらさ、これどう、強い、強い、これもしかして。ワンチャンそんな強くなさそうだな。え、これさ、待って、これが強いんじゃないの。あ、来たー、いた。これなら横にクソザコだな、これ。上に対してめっちゃ強いけど、まあまあ進んでいきましょう。なんか、あ、カニとか強いんじゃない、これ。あえてコピー能力は使わずに、この敵を味方にするタイプね。こっ、カニを使うことが強い。いや、ダメだ。あ、ダメだ。ちょ、横に弱すぎる、俺。あ、待って、もう死ぬんだけど。やばいやばい、ちょ、待って。やばい、落石で全然死ねる、これ。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、難しい。おい、やめて、やめて、やめて。あー、危ないよ、危ないよ。まずな、まず普通に避ける。で、これボムだから、ボム使うか。ボムだったら爆弾で横攻撃できるからな。ボム使います。はい。すごいな。水中なのにバカ。あー、これ飯食いたいけど、下からミサイルが、ライフが飛んできてるって。いやー、危ない。おにぎり。おにぎり。水の中でおにぎり、やばそう。なんか塩、塩分やばそう、マジで。もうぐちゃぐちゃなんだろうな、マジで。めっちゃまずそう。オッケー。まあ、とりあえずこれで、体力戻った。ちょ、今、魚見ちゃった、今。なんかこっちの魚、長くね？もう全部無駄になったって。もう魚に目がいっちゃう、マジで。猫かもしれん、俺。ちょ、よくわかんないか。ごめんなさい、ほんとに。まあ、とりあえずちょっと、あ、ワカメがある。昆布か？どっちかわかんないけど。で、これは、あ、これ右行けるけど、絶対上に、クリスタルがあるんですけど、ちょっとこれゴルドーが怖すぎますね。これゴルドーがマジで怖すぎるな。確実にこれクリスタルあるな、これ。こっち側にあると思います、これ。え、これ大丈夫、これ。一旦、あー、これどっちから行くのが正解。何この危ないやつ。おい、電気、なんか電気流れてますって。どっちが、どこが正解だ、これ。あー、これ左癖。左が、いや、危な。多分左が正解だな。左が正解だから。あー、危ない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 。あれ、あれ、クリスはどこ。あ、上に行け。あ、そのスイーン、そのまま進めばいいのかな。なんか道中に、あー、ちょっと待って、タイミング悪い、あるかなと思ったけど、そういうパターンではない。あれ、あーあ、あ、あ、早く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 最悪、マジでマジで最悪なんだけど。まあ一旦進んでみてからも、あ、上だ、これ。あったあったあった。
ある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 、上ね上。そんなエリア移動なんてめんどくさいことしませんよ。そりゃまずこれからのひたすら避けのターン。おら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 、いけ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 、よし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 、オッケー、回収できますよと。でこのままこっちから行きます。こっちから、あーこれルート違うのかな、これ上と下で。まあとりあえずここ入って、あー危ない、これはもう早急に、もう早急に行った方がいい、これは。でカニ投げます、オッケー。でカニが倒し、あーもうめっちゃ燃えた、水の中なのに。でここにもクリスタルがあるんですよね、あるんですよね、オッケー。2個目ゲッツ。あちょマジ爆弾強い、これ爆弾魚が、あこれ強いんじゃない、いけ。あーいなくなっちゃった、一回で消えた、あのなんか三角魚、三角魚、こいつ強いよ、これマジ強いから、これ頭無限に飛ばす、もうすぐいなくなる、マジで本当にすぐいなくなっちゃう。おいこれ出して、一旦こいつ連れていこう、ゴールドマジ危険だって。あはー圧迫で死んだ、オッケー。まあとりあえずこれでボス戦か、うわー魚欲しか、あこれ魚じゃなくて、これあえてこうぐるっと回ってからの、こいつか、こいつが正解説ある、ほら行け、待て待て待て、ちょちょ場所悪い、場所場所が悪いって、場所がもう最悪、マジで本当に場所が悪い。ここでこれで無限に、いけ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 、ちょ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 あれだな、ちょ自由に動けないのも良くないな、本当に本当に良くない。なんか敵持ってるとね、あの動きに制限かかるわ。であれこれクリスタルないのか、こういうとこにあるかなと思ったけど、あれクリスタルない感じのあれですか、ここ全部倒したら出てくるみたいな。俺カービィ下手かもしれんな、もしかしたら。行きまーす、はい。あー結局普通に戻ってくると、なんか毎回あの中ボス的なやつはクリスタル絶対ここじゃん、クリスタル絶対ここじゃん、もうどう考えてもこのなんか流れ早いとこにあるに決まってるじゃん、これこっちだわ、正解こっちです皆さん。いやちっちゃいのやばい、ちっちゃいのえぐくないか、ちょマジチョコバー食う、チョコバーをまず一旦食う、一旦食す。最近ねあれなんだよな、コンビニドーンビンとかで売ってるあの5個入りのねシュガーコーンにはまってるんですよね。なんか200円ぐらいで売ってるんですけど、なんかさ200、なんかアイスって大体100円、120円とか140円ぐらいじゃん、だからそれで1個消費するぐらいだったら、まあ、200円ぐらいで5個入りのまあなんかちっちゃめのシュガーコーンを買った方が、なんていうの、なんか1回で食い切るより 5回食った方がなんかお得感ないっていう理由で最近シュガーコーンめっちゃ食ってるってことで、ちょっとさすがに食らいすぎたんでトマトをいただきますと。 OK、 美味しいねトマトが、ありがとう。さて次、おここをパーフェクトなの、久しぶりに来たサメ、はい、ということで行きましょう。サメね、俺これこう覚えてるよ、これこれなんかこいつ口からねなんか岩やら敵やらを出してくる、これですね、はい、これです皆さん、皆さんあのカッター使えるんですけど、あのこれが最強なんですよ。あのちょっと骸骨壊せないのはちょっと痛いかもしんないな。でこれで、はい、いやーマジか、まあまあまあ消される時もあると、かかってこいや。あーこれ怖いな、これなんかマスターハンドみたいな動きしてくる、これはあれかな、岩が降ってくるから、これ普通に当てれば OK、 当たりません、全然当たりません。あれ早く出して、早く、ゴールド無理、そう聞いてない、聞いてない、お前よくお前ゴールドなんてお前口の中入れてたな、絶対痛いだろ。あーよしよし、これでこれ当てれば勝ち、いやゴールド無理、これ当てれば勝ちだから、あ行け行け行け、あああはい、もうちょい近づいて、はい、なかなか、何そのバックドロップ、バックドロップすぎ、ちょっと待ってやばい、あんまね囚われちゃいけない、あの魚に囚われんのよくない、真剣に戦うわ、あの普通に吐き出すのが正解、これもうあんまねなんかテクいことしようとしてない方が、ぜやばい、ここ絶対死なない、俺絶対死なずに行く。で終わりと見せかけて、まだ終わってないんですよねこれ、次があるんですよこれ、さあかかってこい、てん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 、待ってこれし、あこれダメージ食らう、これ避けるよ、ちょ怖いから避けるよ、普通、いや絶対ダメージある、これ落石ダメージが多分あるから避けます、ね、これうわここ覚えてないな、どんな戦闘方法だっけこれ、マジで記憶ない、一旦まずこれ待ちます、待ちます、来いよ、あーこれボムは吸い込めないか、結局コピー能力できないから、これでは待ちだな、下から降ってくる、でここ吸い込んで
で、これ受けるから、まあ、あいつがまた浮いてくるので、それで吐き出す。まあ、これし割とシンプルなんだけど、なんでそんな詰め寄ってくるお前は。絶対死なない、絶対死なない、俺マジで死なないから、マジで死なない。クリオネ邪魔すぎ。で、これでまたちょっと寄ってくるから、もう早く下側行って当てる。当てて吸い込んで当てる。オッケー、いいよ。当たんないか、それこれ当たんないか。で、これちょっともう当てちゃう。よっ、結構下の方まで。で、爆発、危ねえ。あー、来る来るよ、これ普通に下から来る。まあ、これは避けられますからのクリオネ、美味しくいただく。クリオネマン食べて、これ下から来るよ。どっちから来る。ねえ、もうここで決着つけよう。はい、終われ。ガッ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 、終われ。オッケー、あぶねえマジでなんかちょっと不注意がすぎるわ俺、マジで。オッケー、ぽよぽよぽよ、はーい、オッケー、よしよしよし。あ、ここのムービーどんなだったっけ。いいね、なんか黄昏れてますね。こいつら以外の人間的なやつはいないのかな。なんか敵はいっぱいいるけど、なんで襲ってくるんだろうね、敵たちね。何、ワドルディの目が今すごいことになってたよ。ハハ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 、大丈夫これ。やばい、カービィディスカバリー始まる。あ、なんかめっちゃもうそんないから早く行こうよみたいな。冷たくない、なんかみんな助けてあげた恩が、恩覚えてないな、こいつらな。ということで次行きますか。これからスター行きましょう。いいね、なんか冒険感あっていいね、これは。これからスター行きます。はい、ということで行きましょう。え、体力1からなの、もしかして。え、もしかして体力1からですか。うわー、これ落とし穴あるんで、みんな長いストーンか。あれ、落とし穴どこだっけ、どっかに。ちょっとそれ無理、ちょっと無理ですね、それは。オッケー、いや、これストーン大事、マジストーン大事。ストーンで絶対にやらないことが大事で、ダメージ食らったら終わり、マジでマジで終わりこれ。え、待って、これからさ、あれだ、これから発展するってことかこれ。オッケー、で、まずこれはストーンでし、これからさ、これから発展するっていうことかな。あ、ここだ、ここなんですよね、覚えてます。なんかへっこんでるところが、へっこんでなくてもだね、これは。ごめんなさい、なんか誤報を流してしまいました。で、ストーンカッター、うわ、ストーンカッターでもいっか。まあ、消えたんで、じゃあカッターでいこうと思います。もう消えちゃった、みんな。消えちゃった。なんか、普通にさ、コピー能力消え、なんで燃えた、今。あ、こいつ爆発するんか。なるほどね。糸が切れると、そのまま下がってくるんだね。あ、なるほど、なるほど。そういうことね。普通にミスった。で、これは、回復したいんで、おにぎり取ってからの上すぐ戻ります。で、爆発させる。で、進みます。オッケー、いいよ。あ、これなんかさ、高校とかにさ、クリスタルなかった？なんか絶対ある気がするんだよな。で、爆発させる。爆発してもこれ穴開かないんか。おい、いいよ、あったね。覚えてました、これは。で、これで、待って、まずはこれアイスバー取る。え、ちょ、本当にさ、マジ、ノーダメ意識して、次から。もうあの、油断せずに、こう、手塚国光もそう言ってます、オッケー。オッケーで倒しちゃって、なんか新しい能力ねえかな。さあ、とりあえず、あ、こいつなんだっけ？なんか、コピー能力持ってたかな、こいつ。はい、あ、スカか、スカか、こいつなんもねえか。まあ、ファイヤーいるね、ファイヤーがいる。これは、あ、これさ、ちょっと待って、これあえての、あ、すいません、だ今頭に取りやろうかなと思ったけどダメだったわ。これ上になんかあるかな。危ない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 、上クリスタルかこれ。なんか上ありそうな感じあるけど、あ、違う、上がそもそも正規ルート説か、これ。そうかそうか。あー、これここ怖いな、これ怖い。ここなんかこんな感じの鳥、なんか遊戯王カードにいなかった。全然カード名思い出せんだけど。で、ここ何もいないから、とりあえずこの原住民一旦倒して、倒さないで進みますと。オッケーオッケー。で、これは、あー、ここなんだこれ。うわ、ドンキーコングみたいなステージ来た。はい、いいよいいよこれ。はい、ここちょっと怖いね。マリオワールドとかにもこんなあるような、こんなギミック。ああ、危ねえ危ねえ、危ないね、危ないで。これ掴みつつの、星も取りつつで、ケーキあるの、ありがたい。なんか早ツタの移動が。オッケー、まあ、ツタに当たっちゃえばこれ捕まえるんで。オッケー、あー、全然捕まえられる。オッケー、あ、乗れるんだこれ。身のとこ乗れるっぽいっすね、これ。とりあえず一旦これでタイミングよくジャンプで、ここと星取りつつの、星早っ、はいや、これトゥリンティンティン。これさ、
あれここさ、あれなかったっけ、クリスタルなかったっけここ。また別の場所かなこれ。なんか俺のね、俺の戦、おジョ、あいつ強いファイヤーのタイミングむずいわ。ファイヤー相手にファイヤーでいきます。待て、大丈夫だ、バーニングし続ければダメージを食らずにいける。オッケー、よし、このまますぐ進みます。オッケー、よし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 。あ、ここかな、確かなんかね、こんなとこにクリスタルがあったような気が。待ってこれね、雲に対してバーニングね、相性悪すぎ、ガチ相性悪いわ。これ糸切っちゃえばさ、勝手に死んでくれるよね、死んでくれる。あ、ちょっと鳥さ吸い込みたいんだけど、これ吸い込んでさ、これ飛べないかな、いける。おお、早い早いけどあのね、上昇できないんですよねこれね。なんかめっちゃ早くさ、こう滑空できるけど、滑空できるとこまではいいんだけど、あの飛べないし、あの普通にやられたらそのまま落下するって危険すぎるこれマジで。エリトラ、マイクラのエリトラみたいで、これはこう行ってからの、あるね、ある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 。でちょっと一旦これどいてもらって、ここにありますね。オッケー、さあこのまま進んじゃいましょう。進んで、あーん、何そこ落ちるんだ、全然覚えてなかった。とりあえずこっち行きます。はい、で、あ、また無敵キャンディーだ。無敵キャンディーめっちゃ来るね。ドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥル。やっぱさ、ここだけなんか、あれ64だけなんかな、なんかこの BGM。 あれ、なんか他にもさ、こんな感じの BGM あったっけ。なんかいつもの聞き慣れた感じと違うんだよな。いいよ、はいよ、このまま進んでいくよ。あれ、レッツゴー、いいぞ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 。あれ、このままゴールか、これ、これもうゴールかな。あ、来た来た、よし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 。もうなんか前回カードなんで集めてたのかよくわかんないぐらい、なんかもうカード集めてないっていう。じゃあ今回カード狙ってみようか。まあまあ、岸の技がうまいからこれが一番いいよね、やっぱ。うん、これが一番うまい。よーし、真ん中抜けてる。あれ、俺なんか、あれ、初めてガチで見逃したかも。うわーい、ということで行きましょう。うわ、なんかドゥ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 、うわー、いきなりいきなり、マジで危ないな、本当に。何その出落ち、びっくりした、よく気づいたの。あ、トロッコアドベンチャー来た、いいぞいいぞ、ワドルディを働かせよう。え、マジでさ、ちゃんと見落としたわ、どこにあったか分かんなかったわ。なんかいつもコピー能力かなんかね、見落としてたけど、今回分かんなかったな、今回というか前回か。はい、オッケー、びっくりマークが来たらジャンプしようってことだね。いいよ、このまままっすぐ進んでいこう。いや、こういうの割と楽しいよな、このトロッコみたいなやつとか。あ、これはあえての下、あ、上だった、終わったこの一瞬の判断が、うろこだけ切れてるって、マジで判断が遅いって怒ってる。うろこだけ、危ない、ジャンプしちゃった。びっくりマークないとか基本ジャンプしなくても大丈夫っぽいな、これは。え、これずっとこれなんかな、これ。あー、ジャンプする、どうしよう、もう一個のクリスタルがまたまたこのトロッコの先だったらどうしよう、ちょ怖いんだけど。まず一旦ここ進んで、うわー、ここ怖いな。で、あ、ここで、あぶん、めっちゃ事故ってないねえ。ワドルディはいつも思うけどさ、ワドルディとか大丈夫、あれ完全に事故ってましたよね、あなた。で、このカニはなんもない。うわ、出た、メジェド様、あー、危ない。で、これは上行く、上行くからの、もうあと1個か、早いな。っていうかクリスタルもうあと1個なんだけど、カッター一応もらっておくか。で、これはカエルはまあ別に倒せないんで、先進む。ここむずくね、このこの、あ、上になんかありそう。星があるということは何かがある、飯がありますよと。もうダメージ食らわねえから大丈夫よ、俺に飯は必要ない。オッケー、とりあえずここ進んで、カエルが危ない。で、行きます。一やっぱあるな、一応もらっておきてえな、一応。あー、オッケーオッケー、取れるね。で、行きます。なんかさ、カッター以外のコピー能力いねえかな、ちょっとミックスした差がある。で、こいつなんもない、上行く、いいよいいよ、この斜め、いいよ、オッケー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 。で、ここ行きますよ。はい、で下、あー、ここ怖いな。あ、ここなんかさ、床ヌメヌメすんだよな、これ水流れてるから。ヌメヌメって言わないか、ツルツルするんだよな、これ危ないよ、ツルツル。うわー、なんかキモい、うわ、ゲルゲル、モンスターファームにこんなやついたような、ゲルみたいな、 G キューブとか使ってくるやつね。ガペラ、カペラだっけ、ガペラだっけ、おら、オッケーオッケーオッケー。こいつ倒す。あいつ確かさ、なんもなんかコピー能力、なんかあれ、コピー能力あんのかな、こいつ。水とかはないよな、多分氷でも多分ないから、あいつスカラだと思うわ。こんななんかコピー能力いかにもありますよみたいな見た目してんのに。あいー、怖い。で、ここ進む。あー、危ない。オッケー、スルーしよう。こういうのはもう一気にスルーしていく。危ないよ、はい、このまま。あー、危ないっす。オッケー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 。さあ、このまま行くぞ、レッツゴー。で、ここ進んで、うわー、カニ、え、マジで。あ、これはスパークか。
またビームサーベル出してもまあいい感じは、あ、ビームサーベル作れって言ってるようなもんじゃない、これは。これはね、これはいけるか、オッケー。これはもうビームサーベル作れって言ってるようなものですよ、これは。はい、ふんふんふん。いや、今日の主役はこのビームサーベルです。もう完全にビームサーベルでもう進めってことですよ、これは。はい、ね、ここ行く。ケーキもらってクリオに倒します。いいね、ここで体力回復して。はいはいはい、いいよ。いやいや、めっちゃさ、スパークいない、なんかスパーク多いな。あ、待って、これしまわないとダメだ。しまわないとそのまま沈む。あー、ちょっとね、ごめんね。コピー能力出すとマジでミスる、焦る。で、あとクリオネの頭が思った以上に伸びる、マジで思った6倍伸びる。で、これ下行きます。うわー、これなんかあった気がしたんだよな、これ。ストーン、ストーンボムか。ストーンボムって俺やってなくない？なんかそういえば、なんかここコピー能力あったなって記憶はあったんだけど、ストーンボムか。ストーンボムってなんだろう、多分まだやってないと思うんだよね、ストーンボムは。まあとりあえずこのまま進んで、あ、ボス戦来たね。うわー、ぐにょ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 しすぎ。おい、ビームサーベル気持ちいいな、このステージ。はいはいはい、いいよ、ノーダメでいきます、これ。はい、オッケー。で、ラスト1体、よしよしよし、このまま行きましょう。はい、で、いくぞ。うわー、待って、これ挟まれたら死ぬやつだ、これ。やばいぞ、これ慎重にな。これサーベル出さないで普通に慎重にこうスッといく、スッといきますね。ここ怖くね、なんかここ、何これ、アリの巣かなんかですか、これ。で、これは一旦待って、ギリギリからのこういく。え、マジで油断できないから、これ全然し、全然死ねるよ、これ。全然死にます。イチャプト、イチャプトはいらない。あ、欲張らない、欲張らない。イチャプトっても結局死ぬだけだから、イチャプト投げなるから。で、これは真ん中がスタンプされた後にいきます。で、慎重にな、慎重に。はい、で、これでもう終わりかな。あー、ゴールだね。よし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 、ちょ、久しぶりにカード狙っちゃおうかな。うえー、うまし。あれ、さて、じゃあ行きますか。ふはーい、ということで行きましょう。あ、ビームサーブ、あー、出た、このワクワク BGM 来た。ちょ、ニードル使うか。ニードル今日初じゃない、ニードル、こんにちは、ニードルくん。あ、ニードルストーンはやってないんじゃないのかい、これ。ニードルストーン、あ、ドリル、あ、ドリル出た。ディスカバリーでお世話になりました、ドリル。これ飛ばせるんだよな、これ。ディスカバリーの時もなんかドリルさ、なんかこれは昔あったなみたいな言ってた気がするわ。そっか、ニードルストーンでドリルね。オッケーオッケー、いいね、これ楽しいドリル強くない、これ。飛ば、前に飛ばせんのがいいよな。で、しかも空中にも飛ばせっからね、これ。え、ドリルマジ強くね、これ。有能、有能アイテムです、ドリルくんは。で、これは、あ、これ、あ、これドリルで壊せんのか、よかった、ドリルにしといて。で、クリスタル取りつつ、オッケーオッケーオッケー、いいね。で、進みます。はい、いいよいいよいいよ。え、マジでドリルいいな。ドリルってさ、なんかディスカバリーで新コピー能力みたいな感じやけどさ、なんかもっと昔からあってもよかったよね、なんか普通に。普通にね、なんかモグラみたいな敵も、モグラみたいな敵ってなんか前々からいなかったっけ、いないか。まあ、とりあえずちょっとモグラで、モグラじゃねえわ、ドリルで進むわ。で、これはスト、ちょ、なんかノーダメでクリアするわとか言っといたけど全然クリアできない。待って、ここ最初のさ、ドリルクリアしたからさ、これちょっと完璧に行きたいな、これ。え、これね、覚えてるんですよ、僕。下にある、ここじゃなかったか。しかもなんか今俺戻ろうとしたんだけど、ちょっと待って、今俺戻ろうとしたらさ、全然、思ってる早い段階でさ、なんていうの、死なれたんだけど。ちょっと待って、もっと分かりやすいか、さすがに、さすがにもっと分かりやすいか。そんな不親切じゃないか、春研究所。ちょっと待って、ごめん、待って、油断したわ、本当に。手塚部長に怒られる、これは。マジで、マジで手塚に怒られる、これ。まずここは一旦スルーして、この辺かな。ちょっと、もう一回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 、あー、ここじゃないね、うん、ここじゃない、絶対ここじゃない、絶対ここじゃないわ。どこだったかな、もっと分かりやすいとこにあるかな、こういうとことかにあるんじゃないか。やばい、あんま下行きすぎるとホバリングできるん、ちょ、取り居すぎじゃね、というか、っていうか、取り居すぎじゃね、危ないよ。一旦ぺちゃんこなりつつ、どこだったかな、マジで。やばい、俺の記憶、あー、違うね。このまま次進んじゃって大丈夫かな。あ、なに、あ、これは、ピザだね。半分食われて。あ、これはね、次あれなんですよ。このブロックあるじゃないですか。このブロックを、なんかピザみたいな形にすればいいんだよな。確か、丸ってことは、これあれか、削ればいいのかな、これ。ピザだから。できるか、これ。むずくね、割と。ピザむずくね、どういう感じにすればいいの、ピザって。これでいける、これどう、
できてるこれ。ダメかな。え、ピザの判定むず。これじゃダメだもんな。こっから丸みを帯び立たせる感じ。丸み丸み、あー削れすぎちゃったか。ちょっと待って、あ、でもなんかいい感じにピザっぽくなってたんじゃない。これで、え、ちょっと待って、これでこっちか、ここが、これでこう、あ、いい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 、これこれいいいいいいいショッカーみたいになっちゃった。いい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 い、でこれでこっちか、こう、あ、来た、おえー来た来ましたで、クリスタルゲットと。よし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 。で、このまま行きますと。さあ、え、まだ残ってるからなんか不安なんだけど、俺取り逃してるんじゃないかって。こいつ踏めるか？あ、踏めないんだ。なんかさ、踏めるかと思ったわ、今。俺、マリオ、え、マリオだったら踏めてた、あの敵。あ、ここかな？こっち側からなんか、下あるんですよ、確か。あ、ストーンカッターがありますよと。一旦じゃあ、せっかくストーンカッターあるから、ストーンカッターゲットしようかな。これで、待って、頭飛ばされる前です。あ、オッケー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 。まあ、ストーンカッターやったところで別にあんま使うところがあんまないっていう。リック、あ、リックだったら壁登れるもんな。ちょ、待って、ちょ、待って、事故って死にたくないから普通に行こう。普通に行きます。で、どこだ？こことか、あー危ない、危ない、また油断してしんどかった。危ないぜ。なかなか、なかなかやってくれるね。やるじゃねえか、任天堂。いや、春研究所と言った方がいいの、いいのかな。ここない、ここない。で、ここ登っちゃって大丈夫、すぐ登れば大丈夫で、行くぞ。あ、なんだっけこいつ、ナゴだっけ、ニャゴだかナゴだかみたいな、こんなんいたよな、そういえば。あ、ここ星あるからここなんじゃないの、ここか。あ、ここですね、思ったより上にあったわ。はい、思い出しましたよと。はい、あーちぇー、危なマジ、あ、待って、俺ニードルニードルやってないわ。ニードルニードルやろう、そういえば。これね、ジャンクニードルにそっくりなんですよ、皆さん。ウィー、これ、マジで。なんかさ、これディスカバリーのジャンクニードルにマジそっくりじゃない。これ、これ元になってるよな、絶対。マジ嬉しかったもん、これ出た時。ね、これで、一旦やって、はい、なんかいろいろあるんですよね、これ。なんか危ない役が。で、ここちゃっかりなんか、KIRBY ということで、これカービィって書いてあるんですよね、これ。よいしょ。OK。ニードル、ジャンクニードル、これ結構強いな、普通に。普通に強くないこれ。で、回転しない。あ、終わった。終わっちまったぜ。じゃあ、まあ、とりあえず、気合、あ、あー、方向ミスった。だったら、この一番前の赤いやつ。OK。さあ、ということで、あ、3つ集まったね。じゃあ、ここ行きましょう。ここなんだ。あ、火山ステージか。あったな、こんなところもなんか。これなんか上から落ちてくんだよね、これ火が。これめっちゃ怖い、これ。怖ー、これ、壊せる。ニードル強い。ニードルで最悪なんてかなるパターンか。え、マジでニードルニードルめっちゃ強いかもしんない。危ないって時にはこれで大丈夫です。危ないって時にはこれで大丈夫です。最強。最強だな。いいな、これ。注射もあるし、鉛筆もあるし、なんか、栓抜きみたいなのもあるし、なんか、なんだこれ。あのなんかさ、分度器みたいなのもあるし、なんでもできんな、これ。カービィ一体いればなんでもできそう。で、ここは、ファイヤーもらっておくか、とりあえず。ファイヤーもらって、なんかここコピー能力あった気がしたんだよな。ああ火の鳥だ。いたな、火の鳥、そういえば。火の鳥がいます。今回のステージは。いたん、いたん、あ、危ないよ。今回のステージには火の鳥がいますよと。あー、うん、うわー、危ない。今なんか普通に、オッケー。ああ、何その残りが。やめろって、本当に。残りがっていうのもよくわかんねえか。で、これは、バーニングバーニングで行きましょう。せっかくなんで。せっかくなんで。もうこれで、ウィーって進んでいきたいところなんだけど、危ないよ！これ飛べないんだよな、これ。なんか途中で終わった後。ちょっとバーニングバーニング失敗かもしれない。早速失敗な可能性がある。でも俺は信じてこれを使う。俺はバーニングバーニングに未来を見出してるから。お、デデデ来た！ありがとう、デデデ。熱くない？ちょっと。さすがに、これ終わった後クリーニングとか出した方がいいよ。いや、これちょっとね、鳥危ないんだよな、これ、デレレ。あ、意外とジャンプ力あるな、デレレ。で、ハンマーで、あ、これ壊せるんだっけ？あ、壊せる。はい。で、ここ柱壊しつつ、行きましょう。うわー、ちょっと、待って、ここ危ないね。鳥がね、意外とダメージ食らいかねないので、慎重に、行きましょうね。行きましょう、慎重に。はい。で、これなんかね、岩を壊したところに、クリスタル、あり。
そんなような予感がします。ということで、はいはい、いいよ。危ない、オッケー、ナイス、振り返り、振り返りエイム最強で、ケーキ、危ないよ。で、あ、これ一発か。細いのは一発で壊せるっぽいですね。で、壊す、壊す、で、ダッシュして壊す。はい、これ上とかないよね、別に上とかはありませんよと。で、あー、危ないですね、危ないです、はい、危ないです。あ、これ上ありますね、やっぱ。オッケー、で、クリスタル回収、回収倒して、やばい、足焼けるって、もう焼けるって、これはさすがに、さすがに焼けるって。で、はい、あー、赤すぎそんな赤いの燃えた後、赤すぎなかった今、どんだけ燃えてんだよ。で、あ、ちょ、乱暴、急に乱暴だって。あ、バイバイしてくれてる、かわいい、デレレのバイバイ、かわいいな。で、これは、あ、どうしようかな、ちょ、バーニー、いや、なんか新しい能力は、ストーン、ちょっとあれだな、あー、危ねえ。まあ、火山でいくか。火山だったら、まあ、それなりに強いから、まあ、なんかいつもみたいな変なミスとかは、あんまなくなると思うんだよね。バーニングとかやった時にはもう終わりよ、これ、マジで。マジで終わり。いや、こいつ可愛くない？このなんか炎に目生えてるみたいな。こいつめっちゃ可愛いんだよな。いけ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 。いつものバーニンレオみたいな感じじゃなくていいよな。これはこれで新しい敵として。あー、熱すぎ！情熱に負けた。あいつの情熱に負けたわ。さすがに。さすがに負けた。スパークファイヤーはあれか。やったね。スパークファイヤー、静電気発生マシンね。で、ここ一旦やっちゃって、ここ進みます。いいよ。で、肉食べて、なんかこの先コピー能力必要だったかな、あんま覚えてねえんだよな、記憶がちょっと曖昧だから。ここはダッシュすればやり過ごせなすいですね。なので皆さんはダッシュしましょうという教訓です。これは反面教師動画、教習所のなんかビデオみたいな、そういう感じね、そういう感じで使っていただければなっていう、そういう気持ちで今ダメージを食らいました。で、ここは下そのまま通れる。すごいな、めっちゃ勢いよく出てるな、これすごいな、ドロッといかないんだな、これ。で、これ鳥がマジで怖い、鳥がもうちょっとなんか余裕かなとか思うとさ、余裕じゃないんですよね。これなんだ、なんだこれ、これはこれはね、なんか後ろのなんかすごい煽られてない、なんかこれ確かね、アイスだった気がする。アイスかな、これ、あ、爆弾かな、爆弾系かアイスのどっちかだった気がする。なんかアイスで冷やすみたいな、そんな感じだった気がすんな、なんか俺の記憶だと。でもこのステージさすがにアイスとかいないよな、絶対こんなクソ熱いところに。何、うわこれ、なんか、うわ、後ろから攻めてくる、これ危ないな、もう普通にこれあれやってる場合じゃない、火山やってる場合じゃないな、これ後ろから、うーわ、怖すぎ、怖すぎ、スルーする、うーわ、怖、骸骨めっちゃ飛んでくんな、待って、あー、危ないよ。で、ボム吸って、ボムの方がまだ安定する。で、ボムボムはやったか、ボムボムやった、ボムファイヤー、 あれ花火になってる、いつの間にか、あれ俺いつ花火にした、まあ、いっか、花火で、花火これ移動楽だからいいわ、花火の移動が楽なんですね、これ。花火めっちゃ強くね、今思ったけど花火めっちゃ強くね、あー、花火これティア1じゃないか、これマジで花火の移動がクソ楽な剣について、これ絶対的にやられないもん。で、3回目で飛んでいく。オッケー、いいよ。はい。はい。はい。花火強え。花火めっちゃ強え、これ。いいぞ、花火。はい。もう、鳥相手にも花火だったら全方向にカバーできますよと。オッケー。さあ、これまだあんのか。今度上か。上にもこれ花火対応してんじゃない？花火最強。花火最強すぎじゃないか、ちょっと。あ、ここなんか。ちょっと待って。いいよ。待って。あー、怖い。あー、怖い。ケーキある。あ、クリスタルある。そして。はい。はい、オッケー。で、クリスタル3つ目取る。真ん中だけか。多分あれ、アイスか爆弾のどっちかな、やつだと思いますと。オッケー。え、花火めっちゃ強い。みんな花火めっちゃ強い、これ。やばい。花火見に行きたい。彼女がいない。終わりだ。終わりだ、マジで。ほんとに。これはもう花火で打ち上がります。オッケー、オッケー、オッケー。Like a fireflower、君と、君と、君と、ねえ、オッケー。ということで、ちょ、カード取るか。ようやくカード取れますよと。オッケー。ふはい、ということで、行きましょう、ボス戦。レッツゴー、レッツゴー、うわー、なんかうっすらと、溶岩魔人ラバーゴーレムみたいなのが見てますね。行きましょう。
はい、ということで、うわー懐かしい。うわ怖ー、こいつ見た目めっちゃ怖くね。いやこいつな、どういう攻撃があったかなこれ。なんかうわ来るよな多分これ溶岩が。あーこれあれだ、これ来てないとこにまず避難する。で、あここにダメージあんのか。あれ、あどこ行っちゃった。あこれは慎重に、あーなるほどね。うおー時間差で来るタイプね。これダメージあるか。あるね、ダメージ。あれか、そもそもこいつの腕だから、腕伸ばしてるだけかこれ。腕やら足やらを。でこれは避けて、あこれもういけそうじゃね。花火で、花火でレッツゴー。次もこれ一気に花火で、次でこれいけるんじゃないか。花火でレッツゴー。オッケー、いける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 、レッツゴー。オッケー、あー危ないよ。はい、いやくそ油断した。4回目完全に油断したわ。あーいける、オッケー。で1段階目これで終わりで、2段階目が来るんですよねこれ。うわこれ直接、あー待って、迫ってきてる。あっつくね、床なくなるのこれ。これいけるか、ダメージ当たる。ダメージはこれいつダメージ当たるんだ。まだか、まだ当たれないかこれは。あこっからね、オッケー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 、かかってこいよ。攻撃パターン全然覚えてないよ。何これ何これ、強すぎ。お前ずる、ずる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 すぎ。ちゅ急にずるすぎだろ。オッケー、ダメージ食らう、ダメージ食らう。でこれは移動するからの、いやー何それ、え暗号艦衛艇なんだけど、すごい領域警戒してる、すごいな。式神呼んでるな。ねえ多分あのなんかブラスターみたいな避け方は、これはもう花火で全部岩壊す、花火で全部岩壊します。オッケー、もうラストなんじゃない、いけるんじゃないこれ、いけるっしょ。わっ、オッケー。えマジ花火強くね。おい即撮り、即撮りですこれは。はーい、ということでウィー、わここのムービーなんだろう、マジで覚えてない。あクリスタル来た、でーんでーんでーん、なんだ、あーわ火山が、え大丈夫これ、これからスターなのにさ、火山、あ火山をすることによってまたなんか新しい大地がみたいな、そんな感じじゃなかったっけ歴史。あもう、あバドリジ大丈夫か、ワロちゃんワロちゃん、達観してるような顔したな今。ワドルディかわいすぎでしょってことで、ということでまあ時間もちょうどいいとこなんで、これぐらいで今日は終わりにしようかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。次回、あ、ここがブルブルスターだっけ、次回トライマステージです、頑張ります。